最上区は中華人民共和国北京市に位置するし、かつく。最上区は北京市中心上区の西北部に位置し、北は海淀区、く、東は東上区、南は豊田区に接する。区内には人民大会堂など中国の政府、党、軍の重要機関が密集し、中国共産党高級幹部専用住宅街である中南海などが位置している。また、 北海公園、聖端の商業地区、中国銀行ビルなどがある、北京金融街、北京動物園などの所在地でもある。1950年4月18日、政務員による北京市行政区調整が行われた際、最上区域には2区、第4区、第5区西部及び、第13、第14区の一部が設置された。1952年9月の行政改編では、 西誕区、西四区及び海を区く、全文区の一部に改変されている。1958年に西誕区と西四区が合併し、西条区が誕生し、1987年に馬治むの一部が浅引区より移管された。2010年7月1日、乗竹区を統合し、現在に至る。牛街街道は海賊の集中地区として知られ、 精神料理の食材を扱う商店、精神食堂が多く立つ。現代の大都に形成されたイスラム教徒の居住区が地区の起源と考えられており、明、新大に多くのイスラム教徒が移住した。地区の中心モスクである牛貝精神寺は中華人民、共和国全国重点分物保護単位に指定されており、他中国イスラーム教協会、中国イスラーム計学院、 海民学校、海民委員などが設置されている。この節の参考資料。ありがとうございます。